じゃあ何か聞きたいこととか気になってることってありますか？気になってること、うん、仕事運と恋愛運です。仕事運と恋愛運ですね、はい、お仕事はまず頭脳線で見ていくんですけれども、はい、これが頭脳線ですね、うん、でこれがですね、うん、割と生命線とこっち離れてるかな、あ、ちょっとくっついてる、面白いくっつき方をしてるんだけど、ちょっと離れてるんだけれども、こう飛び出したところとくっついてるっていう、でもともと持って生まれてるこの生命線と頭脳線のこの始まりの部分っていうのがちょっと長めなので、もともと持って生まれてるのはとってもあのなんていうのかな、慎重なタイプ、いろいろじっくり考えて行動するっていうタイプなんだけれども、はい、こっちを見ると割とくっついてるところが少ないので、うん、あのとてもバランスよく、あの思い切りよくやることはできちゃったりとか、多分あの、うん、ね、うん、生きてこうなんていうのかな、あの人生経験重ねていくうちにこうやり方っていうのかな、自分なりのこう動きやすい方法っていうのを見つけて、まあどんどんこう動けるような、あの考えすぎないで動けるような形になってきてるのかなっていう感じですね。